はい、もしもし。こんばんは。大丈夫よ。私もまだ起きてるつもりだったから。どうかしたの？そうね。私はアクアの活動があったし、あなたもイベントの準備があるって言ってたし。もしかして何か困ったことでもあった？そういうこと。頑張ってるのね。私の声でよければいくらでもどうぞ。すぐに駆けつけることはできないけど、声だけでもあなたの力になれるなら嬉しいわ。なんならチカちゃんの声も聞く？ううん、けどチカちゃんの家すぐ隣だから。あ、もう寝ちゃってるかな。明かり消えてるし。元気すぎるくらい元気よ。あ、でもこの前よしこちゃんが風邪ひいちゃったの。もう治ったみたいなんだけど、病み上がりだから練習はお休み中。ええ、そうね。それとちかちゃんがみかんの味聞きに夢中になってる。テレビのバラエティ番組でそういう企画をやってたらしくて。そうそう、私の方がうまくできるって、スーパーに売ってるいろんなみかんを買ってきて挑戦してるわ。おかげでお小遣いがピンチみたい。実際かなりの確率で当ててるのよ。すごいわよね。チカちゃんに触発されて、ヨウちゃんも汽笛の音で船の名前を当てるっていうのをやってるわ。結構苦戦してるけどね。気分転換になったかしら。ええ、私もあなたと話せて楽しかったわ。イベントの準備頑張ってね。応援してる。おやすみなさい。